の八富さんだけ撮りたい。いやいやいや、それすごい多いですけど、自分の写メならいいけど。高峰さんとは一度九州の映画祭で30年ぐらい前に同席させていただいたことがあって、軽く会釈をしただけなんですけれども、当時もう70代でいらしたかしらね。本当にお美しくてオーラが全然違って、本当に素晴らしい女優さんなんだっていうふうに勝手に憧れておりました。一ファンの代表として、女優の端くれとして、本当にこの席につながれたことはありがたく感謝しながら、今後の高峰さんの来年のイベントを楽しみにしている一人です。特にサポーターとして思い出のある作品があったら教えてください。ここに出てるのは8割ぐらいは見てるかなって思ったんですけど、浮雲、これは元々の原作も読んでてしびれたものなんですけど、それを体現していく高峰さんの演技っていうんですかね、女の差がみたいなものと女性の一生としての、この美しさと儚さと強さと弱さと、若い頃に拝見してすごく感動した作品ですね。もう他にも初めてカラーだったカルメン故郷に帰るとか、二十四の瞳はもちろんなんですけど、あと女が階段を上るとき、一生懸命生きてるのにこれでもかこれでもかっていうふうにいろんな試練が訪れて、それでも生きていく強さと美しさみたいなものが、あ、こういうことが体現できる人っていないんだろうなと思いながら、もうただただ感動して見ておりました。